おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春発行人小田芳郎さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。なお電子版では一日早く記事を読むことができます。こちらもぜひチェックをしてください。小田さん、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ですね、記事のご紹介お願いします。まずはこちら。侍世界一、秘話開封、ダルビッシュ母涙の告白90分。ワールドベースボールクラシック WBC ではですね、侍ジャパンの兄貴としてプレー以外の部分でも活躍していたダルビッシュ有投手、チーム最年長ということもありまして精神的支柱とも言われておりましたが、小田さん、そんなダルビッシュ投手のお母さんが涙の告白ですか。これ何を話していたんでしょう。今回はダルビッシュ投手のお母さん育代さんにですね、じっくりお話を伺うことができたんですけれども、はい、お母さん曰く、ダルビッシュ投手は、もともと極度の人見知りで、内向的な少年だったそうなんですね。はい。で、それが高校時代からメディアに注目されるようになり、2005年にはプロ野球の世界へ進みました。はい。メディアの前ですと、ぶっきらぼうな態度が多かったりですね、なんとなくこう、やんちゃな印象を与えてきたような気がするんですけども、そうですね。しかし今回の WBC を見てますと、大変こう頼りがいがあって、まあ、穏やかでですね、すごく成長されたなと思ったんですが、お母さんもですね、考えられないくらいシャイな優がですね、よりによってあんな華やかな職業についてしまった。ほんまに嫌やとよく言っていたと振り返っておられるんです。芸能人じゃなくて野球選手なのになんでこんなに追いかけ回されなきゃいけないんだと漏らしていたこともあったそうです。そうなんですね。確かにデビュー当時というかね、こうトゲトゲしていた印象というのがあったんですけれども、まあ、今回ワールドベースボールクラシックのあのダルビッシュ投手のこの姿、そしてこの立ち振る舞い見てるとかなり変わったなと、まあ、こういうふうに感じた方も多いかと思うんですよね。このあたりはいつ頃どういう変化があったんでしょうね。はい、お母さんによりますと、やはりアメリカに行ったのが大きかったということなんですね。はい、当時結婚してらっしゃった、タレントの紗栄子さんとも離婚をしてですね、まあ、マスコミから私生活まで探られることが、まあ、なくなりまして、さまざまに嫌な思いをしてきたことがアメリカに行って年月を重ねるうちにだんだん溶解していった、溶けていったといいますか、というふうにおっしゃってます。そうですか。ということはその日本という環境かなり苦しかったってことなんですね。そうですね。そして小田さん、今ダルビッシュ投手は36歳ですよね。はい、で最後のマウンドはアメリカか日本なのか、まあ、このあたりファンも期待しているところですが、これどうなんでしょう。はい、今回の WBC 1次ラウンドの韓国戦で、ダルビッシュ投手は東京ドームで先発したわけなんですけれども、はい、その翌日2012年の渡米以来何度も夢に見た日本のマウンド、本当に幸せでしたとツイートされてたんですね。はい、でお母さんによりますと、実はダルビッシュ投手、アメリカに行った当初はですね、ホームシックにかかっていて、本当は多分何度もまた日本に帰って野球がしたいって思っていたんだろうなとお母さんは振り返っています。あ、そうですか。はい、しかし考えてみますと、今年の2月、パドレスと6年の大型契約を結んでいるわけですね。そうすると、それが終了するのは42歳の時ということになりますから、まあ、選手生命ということを考えましても、事実上の生涯契約と言っていいんじゃないでしょうか。ですから、この契約をした時点で、日本のマウンドで現役のピッチャーとして投げることはないだろうな、と本人も悟っているんではないか、とおっしゃっています。はい。はい。そのため、本当に幸せでしたというあのようなツイートをしたんではないかな、とお母さんはおっしゃっておられました。そうですか。まあでも、いずれにしても一日でも長くね、ダルビッシュ投手には投げてもらいたいですよね。はい、そうですね。この記事大変素晴らしい記事で、私も読んでて泣いてしまいましたんで、ぜひ皆さん読んでいただければと思います。はい。さあ、続いてもですね、野球に関するこちら。選抜優勝、山梨学院野球部で暴言体罰証言、監督の息子が。春6回夏10回甲子園に出場している名門山梨学院高校、そこで暴言体罰があったということなんでしょうか。小田さん、こちら教えてください。はい、
楽しい WBC の話からすると随分格差がある野球の話なんですけれども、暴言や体罰で選手を追い込んでいる野球部の部長がいるという話なんですが、現在山梨学院高校で監督を支えている吉田部長です。はい、吉田部長はですね、監督の長男で選手としても指導者としてもこれまであまり大きな実績はないようなんですけれども、まあ、あのお父さんが監督をやってらっしゃるということなんでしょうかね。大学を卒業出てから山梨学院高校の部長に就任されました。その吉田部長が、による暴言内容としてはですね、例えば選手にお前はバカだから俺の言葉が通じない、あら、お前みたいなゴミはいらない、まあ、こういった言葉で選手を罵倒しているということなんですね。はい、練習見学に行った保護者の告発によるとですね、部長のボケ、カスみたいな罵倒はですね、もう当たり前のことだと、まあ、保護者の間では言われているそうなんです。また別の保護者は、何をされているのか心配だから毎週のように練習を見に行っていますと言っているようなんですね。保護者そういう気持ちでいたってことなんですね。はい、選手たちの証言というのはどうなんでしょう、いかがですか。はい、取材してみますと、ある選手は野球部以外の友人にメールで自分も含めて何人もが暴力を受けています。あら、高校野球に暴力はある程度つきものだと覚悟していましたが、あまりにもレベルを超えているものもあると言っているそうなんです。はい、これまで別の方をコーチで招いたこともあるそうなんですけれども、体罰を問題視して吉田部長をいさめようとしても、それが逆に逆鱗に触れまして、コーチは追い出されてしまったというようなこともあったそうです。はい、これ党の加害者とされている吉田部長は何か発言はしてるんでしょうか。はい、週刊文春はさまざまな証言を積み上げて今回の記事を、まあ、取材していたんですけれども、まあ、それを吉田部長に尋ねますと、今お話ししたようなことは全て否定しています。はい、そして記事をやれるもんならやってみてくださいよと言ってましたですね。お父さんである吉田監督の方はですね、体罰についてないと思いますよ、そんなチームがいい雰囲気で野球できないもんですねと、どこかちょっと他人事みたいな言い方をされてましたですね。はい、で学校側も、学校には一切苦情が上がっていません、事実無根であると考えていますということでした。はい、いやでも大田さんね、これ日本一に輝いたわけですからね。はい、まあその日本一に輝いたからこそ、こう高校の部活からこういう暴力とか暴言、これだって心に傷を負いますものね。そうですね、もうあのかつてはこういうことは普通だったかもしれないんですけれども、はい、もはや現代の、まあ、スポーツのあり方、学校スポーツのあり方としてはもう異常としか言いようがないかなと思います。そうですね。はい、さあ最後はこちらいきましょう。はい、被害女性が告発、パラ代表チームのイタリア人コーチは私をレイプした。まあ、衝撃的な見出しですが、小田さん、これはどういう記事なんでしょう。はい、日本障害者スキー連盟が管轄するパラリンピックアルペンスキー代表の20代スタッフの日本人 A 子さんの告発です。はい、で彼女は今年1月代表のコーチからレイプされたと告発しているんですね。はい、告発されたのはイタリア人ヘッドコーチでダリオ・カペリさんという人です。で彼はイタリアのパラリンピック代表コーチも務め、ピョンチャンパラリンピック後に中国代表のヘッドコーチに就任した、まあ、各国歴任されているわけですね。はい、そして北京パラリンピックで中国史上初となるメダル、3つの金メダルを含む19個ももたらしたという、大変まあ有能な方と言っていただいて。そうですね、今のお話聞いてると非常に輝かしい経歴の持ち主ですが、被害に遭ったというこの A 子さんは何と言ってるんでしょう。はい、世界選手権の遠征先で突然カペリ氏に部屋に連れ込まれ、大いに及ばれたと言っています。はい、でその翌日も同様のことがあったと。相手は180センチを超えるイタリア人男性ですから、力も強く抵抗できなかったと言っています。あら、A子さんは旧知の選手に相談したり、まあ、そこから強化本部長が動いて、結局カペリ氏はチームを離れることになったんですね。A子さんとしては被害届を出して刑事事件にするということも考えていたそうなんですが、連盟の方から届出をすると聞き取り調査などで半年は帰国できないと言われたために諦めたんだと A 子さんは言っています。その代わりに連盟の関係者から
きちんとケアすると言われたそうなんですけれども、はい、まあ、結局弁護士とカウンセラーの面談があっただけだったということなんですね。そのカペリ氏のまあ処分につきましても、被害者の意向があるから公表しないということのようなんです。何か今のお話だけ聞いてるとちょっとうやむやになりそうだって感じがしますね。はい、そうですね、しばしばこういう事件だとありますが、まあ、被害者が公にしないでくれと言っているというふうにしてですね、まあ、公表しないというケースはあるんですけれども、でも専門家の方によりますと、これは不祥事隠しになる場合があるので、はい、注意しなければならないということですね。そうですか、これ今後どうなっていくのかですね。はい、はい、今日お話しいただいた詳しい内容については今日発売の雑誌週刊文春または一日早く読める週刊文春電子版ぜひお読みになってください。今朝のこの時間、週刊文春発行人小田芳郎さんにお話を聞きました。小田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。